どうも皆さん、きっとこんばんは、武藤祐樹です。今日はですね、2月に開催されましたザ・レジェンド・オブ・デュエリストのイベントに参加した時に、せっかくなので東京の方にですね、カードショップに遊びに行かせていただきまして、そこで購入したカードをですね、ご紹介したいと思っております。それでは行ってみましょう。ちなみにですね、お伺いしたお店は5店舗ぐらい行ったかと思うんですけど、やっぱりどこもですね、人が多すぎてなかなかカードが見れずにですね、購入できたショップはですね、ちょっと1店舗しかございませんでした。僕がカードを購入したお店がこちらになります。コレクションカード専門店のエルドラードさんになっております。もともとですね、東京に行った時には絶対行ってみたいなというお店だったので、今回カードを買わせていただきました。買った枚数はですね、そんなに多くはないんですけど、ご紹介したいと思います。まず1枚目がこちら、マグネットバルキリオンのウルトラレアですね。お値段200円になっております。このカードはですね、ゲームボーイの特典カードになっておりまして、すでに1枚所有してたんですが、今回でようやく2枚目ですね。まあわりかしどこのショップにもですね、置いてあることは多いんですけど、200円はなかなか安いんじゃないかなと思って購入してきました。状態もですね、そんなに目立った傷はないので、なかなかいい買い物ができたんじゃないかなと個人的には思っております。見た目はそんな強くなさそうなのに、ステータスが3500と3850というところがなかなかすごいですよね。遊戯が使うカードの中でもなかなか高打点のカードではないでしょうか。お次のカードからがですね、初期カードの光物になっております。まずはこちら、ミリス・レディエントのスーパーレアですね。お値段200円になっております。このカードこそですね、どこのショップにも投げ売りされてるようなイメージのカードなんですけども、このほぼ傷がない状態で200円はまあまあいいんじゃないかなと思って、今回初ゲットとなっております。なかなかですね、ショップで結構ショーケースに並んでたりするんですけど、この子を買うためにショーケースを開けてもらうのもなんか違うかなーという感じで、今まで買ってこなかったんですよね。ストレージでもですね、意外と僕今まで出会ったことないんですよ。皆さん出会ったことありますか？初期カードの光物は全て3枚ずつ揃えたい計画がありますので、まずは1枚目ゲットで大変嬉しいカードになっております。傷なしでめちゃめちゃ大満足です。お次のカードがこちら、ムカムカのスーパーレアになっております。こちらもお値段200円ですね。このムカムカもですね、傷が全然見当たらないんですよ。でなんですけど、お値段200円でかなりリーズナブルに買うことができました。まあ、おそらく傷のですね、大きさとかで値段決まってるんでしょうけど、まあ、カードの人気どころかどうかっていうところも結構大きいんでしょうね。割とどこのショップでも手に入るので、まあ、200円で買えたのかなといったところですね。こいつはですね、すでに2枚持ってたので、ようやく3枚目でコンプリートといった形ですね。ムカムカに関しては結構地元でカード持ってる人が多くてですね、光物っていうだけでですね、デッキに入れてた友達が多かったような印象ですね。昔はこういう高打点じゃないカードでも光物になってたりするので、昔ながらの遊戯王って感じでいいですよね。ようやくコンプリート最高。お次のカードがこちら、僕の大好きセイントマジシャンの初期スーパーレアになっております。こちらもお値段200円ですね。セイントマジシャンはですね、まあ、大好きなカードということもあってかなりの枚数持ってるんですけど、カード整理したらですね、2期のスーパーレアばかりで、初期がですねそんなに枚数持ってなかったので、今回買ってきました。とは言ってもですね、初期ももうすでに3枚持ってるんですけど、こいつは何枚やってもいいですよね。昔からですね、デッキに入れてたので思い出のカードになっております。シンプルに強いですよね。マジックカードを墓地から回収できるというのがですね。他のカードと同じくお値段200円なんですけど、まあ、こいつはですね、他のカードより人気があるんでしょうか。若干傷ありというかですね、傷が目立つんですけど、まあ、それでも200円ならいいかなと思って買ってきました。何枚やってもいいよね。お次のカードがラストになっております。ラストがこちら。異次元の戦士のスーパーレア200円になっております。今回狙ったわけじゃないんですけど、すべて200円のカードになっております。こいつもですね、僕の大好きな推しカードになっております。昔の動画でも言ったような気がするんですが、小さい頃初めてですね、スーパーレア以上の光物当てたのがこの異次元の戦士だったんですよね。気づいたらなくなってたんですけど、ムカムカのカード紹介の時にもお伝えしたんですけど、やはり今の遊戯王の環境では絶対に光物にならないようなカードが、昔はこうやって光物になってるのがいいですよね。光物っていうだけでデッキに入れてた頃が非常に懐かしいですね。本当にイラストもですね、やっぱ味のあるイラストで、背景もシンプルながらかっこいいんですよね。この水色の背景が異次元の戦士にめちゃめちゃ似合う。状態もですね、かなり綺麗なんですよ。唯一ですね、右下の方にちょっとダメージがありまして、カメラでわかるかな？
これですね、なんかこうイボみたいな、なんかニキビみたいのができちゃってるんですよね。スリーブに入れたらわからないかなと思って気にせず買ってきました。うん、相変わらずかっこいい。はい、以上がですね、東京、まあ秋葉原になるんですけど、そちらで購入してきたカードたちになっております。すべて200円ということで、なかなかリーズナブルにゲットできたんじゃないかなと思います。5枚でちょうど1000円でした。そしてエルドラードさんでですね、すごいなと思ったのが、購入するときですね、レジの横に虫眼鏡みたいのがあってですね、もうめちゃめちゃ小さな傷もチェックできるよみたいな環境でしたので、高額カードとかを買う人にはいいんじゃないかなと思いました。今回初めて秋葉原のカードショップを巡ったんですけども、やっぱすごいですね。もう密集してるというか、もう一エリアでたくさんカードショップがあるっていうのが、トレーディングカードゲーム好きにはたまらないエリアだなぁと改めてびっくりしました。まあ、ただですね、ショップの数は多いんですけど、やっぱりですね、都会ということもあって、一つのショップがかなり狭くてですね、なおかつ人がたくさんいるので、ゆっくりカードは見れないかなという印象でしたね。唯一買ったこのエルドラードさんもですね、他のショップさんに比べると人は少なかったんですけど、それでも長時間ショーケースの前でいると他の方にちょっと迷惑がかかるかなというような雰囲気だったので、ゆっくりは見れないかなといった印象ですね。その点、私武藤由紀が住んでおります福岡県はですね、店舗もそこそこ数ありまして、なおかつ一店舗がかなり広いので、ゆっくりカードが選べるので、ぜひ福岡に遊びに来ることがありましたら、カードショップの方立ち寄っていただければなと思っております。今回行ったエルドラードさんはですね、やはりコレクションカード専門店ということで、コレクターさん向けのカードが多くてですね、僕みたいに初期カードとか2期のカードとか旧レリーフが好きな方はですね、絶対テンション上がると思いますので、皆さんもぜひ一度足を運んでいただければと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。